昨日感染が確認されたのは、藍津若松市で7人、いわき市で6人、福島市で3人など、合わせて20人の感染が確認されました。新たなクラスターの発生はなく、これまでのクラスター関連の感染者も含まれていないということです。県内の入院者は予定を含め360人で、 病床使用率は76.8%とステージ4の水準を超えた状態が続いています。県は今月31日まで独自の非常事態宣言を出し、県民に不要不急の外出自粛や酒類を伴う飲食店に対し営業時間の短縮を求めています。